オール NBA チームは北米プロバスケットボールリーグ NBA においてシーズンごとに優秀な選手に授与される名誉。1946から47シーズンに創設された。米国とカナダのスポーツライターやブロードキャスターの投票によって行われる。当初はポジション関係なくファーストセカンドチーム各5人が選ばれていたが、1955から56。 シーズンから各チームはポジションにより、フォワード2名、ガード2名、センター1名のラインナップで構成されるようになった。その後1988から89シーズンからは、ファースト、セカンド、サードチーム各5人が選ばれるようになり、現在に至っている。プレイヤーは、ファーストチームの投票で5ポイント、セカンドチームの投票で3ポイント、サードチームの投票で1ポイントを得る。 ポイントの合計で上位5選手がファーストチームを構成し、続く5選手がセカンドチーム、さらに続く5選手がサードチームとなる。5番目の得票が同数の場合は6名になる。6人が選出されたのは1951から52シーズンにボブ・デイビスとドルフ・シェーズが同点5位とされたのが唯一である。 史上最多のファーストチーム13度、通算17度選出を誇る、レブロン・ジェームズ・コービー・ブライアント・ティム・ダンカン。ありがとうございます。